皆さんこんにちは。今日はフレンドリーマッチエクプリ対スベンヒタ、本日の解説には中西哲夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか？まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。今日の主審はヨハン・バイカートさんです。さあ試合開始の笛が鳴りました。どのような展開になりましょうか？注目の立ち上がり、マヘルナンデス、うまく食い止めます。前へフォワード、オブラニアクよく守っています。縦へのロングパス、前に送って右サイドバック、プロゼンツ、しかし中西さん、いいコースのシュートでしたね。ちょっと危なかったですよ。まずは今日最初のセットプレー、見せ場です。ここ注目ですよ。素晴らしい集中力、真ん中から上がっていこうというところ、前に出した、主審の笛が鳴りました。フリーキックとなります。よく守ります。さあ前半も時間が少し経ちました。エクプリ、この立ち上がりいかがですか？いや、足はいい感じでしょうね。いいディフェンスです。タッチに逃れました。マヘルナンデス、ファールです。エクプリ絶好のチャンスを迎えています。いいとこ出ました。中に入れてきた。チャンスになります。いいポジションです。ここで先制しておきたいでしょう。そうですね、狙った、サントス、勢いのあるシュート、思い切って打ってきましたね。あとはシュートの精度だけですね。下げて、下がったボールはダシルバ、前方へ、左へ出して縦に送ります。前半も15分が過ぎました。固い守り、タッチラインに逃れました。まだ両者得点はありません。そこからエウデンソン、ゴール前を狙っています。ボールは絶好の位置。いや、いい反応でしたね。回してジャーン、ボールはタッチを割ってスローインです。0対0、点差はありません。縦に出す、長いボール、そしてここは島尾、さあ一気に前線へ送った、中にパスが出た、あっと打ってきた、跳ね返した、素晴らしいディフェンスだ。前に送る、ここでキーパーへ返します。縦へのパス、
縦に出した。エウデンソン、足技を見せます。チェックが効いていました。左サイドから上がる。左サイドを使って、左サイド、中には4人、先制のチャンスだ。さあシュー、入った入った、ゴー、ベックリーク先制点を決めた。ゴールしたのはキャプテンマークをつけているバボス。サポーターが沸いています。いや、いいシュートセンス持ってますよね。気持ちを切り替えないといけないと思います。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。後ろへ、完全にフリーだ。グランダーできた。スペイン機関スペースを潰します。狙ってきた。いや、中西さん、キーパーナイスプレーでしたね。よく反応しました。ゴール前うまく合わせたいですね。そうですね。クリアします。必死に守ります。果敢に奪いに行きます。いいプレッシャーですよ。あっと、これは PK か。しかしこれはペナルティーエリアの外でした。スペイン時間、ここからの直接フリーキック、鉄壁の守りを見せます。これもクリアされます。最終ライン集中してますね。ここからいった。中へは、エクプリ先に得点を決めています。しかしまだ1点差。さあ前半の40分を回りました。縦に出して食い止めた。右に送って、軽く出して、左に送って、さあ前へ、ミドルシュート。シモン、力のあるシュート。この調子で積極的に仕掛けていってほしいですね、はい、期待しましょう。さあここでサントス、縦へ、ロスタイムは1分ほどあります。激しい攻防です。左サイドから上がっていきます。ここで前半戦が終わります。さあ後半に入ります。エクプリ、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がスペイン機関。バボス、うまく食い止めます。エクプリスペースを潰します。ダイレクトにつなぐ、右に出して、そしてエリペ・グレンです。キープ力を持っています。ここはダシルバ、前へ送る。フォワード、シモン、つないで、ジョルペルー、デリバシッチ、あっとオフサイドを取られてしまった。あ、やっぱり出てますね。そうですね。
きなパスはここはつながりません。エクプリ後半立ち上がりいかがでしょうか。いいと思いますよ。ただ点差を考えた戦い方をしてほしいですね。ボールは後方右から行きます。スローインになります。ボールを持っているのはエウデンソン、リハロッサ、ダイレクト前へ、左へ回して前に送って、フォワード大友、ここからマヘルナンデス、プルカル前に出した、ゴール前に切り込んだ、通りません。そこからエリペ・グレンです。回してコナタ、そしてここはエリペ・グレンです。エクプリ後半の動きがちょっと気になるんです。リードして急に慎重になったのかもしれませんね。ダイレクトで出す、つながった、シュートできた、ボールマウスから大きく右にそれてしまった。狙ってますね。そうですね。しかしこれは一歩及びませんでした。そしてダシルバ、プルからうまく食い止めます。右にはたいた、レナド、ここはしかしプルから右へ出した、ここはマヘルナンデス、つないでデリバシッチ、入れば同点。ああ、これはポストギリギリ。これを繰り返していけばいいと思いますよ。そうですね、期待しましょう。さあここからの攻撃、サントス、まもなく後半の30分が経過します。前線に送られる、いいボールだ、キーパーナイスキャッチ、スベインヒカスペースを潰します。ここからマヘルナンデス、フェイントを入れてきます。足技を見せていきます。右サイドから主審ファウルを取ります。どうやら押してしまったようです。さあこの直接来た、キーパーファインセーブ、前方へ、そこからサントス、フォワードジャーン、ホナタン、回して大友、そしてここはジョバンチ、デリバシッチ、おっとオフサイドですよ。ここは旗が上がりました。微妙なんですけどね、ちょっとタイミング早かったですね。縦に送ります。失礼がありました。ファウルのようです。いいところへ上げてきた、エリペ・グレンです。ここで笛です。ダシルうまくコースを塞ぎます。そしてエリペ・グレンです。ここはホナタワンタッチで、今後半の40分が経ちました。つないでダシルバ、縦に出す、浮き球できた、さあチャンスだ、クリアした、なんとファウルです。この位置から蹴るのはフルカル、よく守っています。大きく横へ運んでいきます。ロスタイムは約2分と出ています。オブラニア、今のはファールです。
フリーキックです。シュートは阻まれます。これはブロックした。前に送る。そこからレナード。細かくフェイント。あっとここで試合終了の笛です。1対0。ベックリ1点差で勝利。逃げ切りました。